今日のお話は、無人島の16人という本の中から取りました。茶話会という章です。サンフランシスコの沖でクジラを捕鯨していた700ものアメリカの捕鯨船がゴールドラッシュの時期に終わったというお話です。明治時代の末に南太平洋の無人島に漂流した16人の海の男たちは、救助されるまでの1年間助け合って生き延びた。その生活の記録の一部を次に紹介します。青空文庫の所蔵のうち、著者須川邦彦、本の題名は「無人島の16人」。茶話会。我ら16人にとって雨はありがたいものであった。天からたくさんの蒸留水を、すなわち命の水を配給してくれるからである。雨の降る日はみんな一層朗らかでニコニコしていた。それは雨水のためばかりではない、他に訳があった。雨の日は午後、小屋の中で茶話会をすることもあったからだ。茶話会の日にはめったにこしらえないお米のお芋湯を雨水で作って、それを缶詰の空き缶や高瀬貝に入れておやつに出すのだ。これは島一番のごちそうで、みんなは「ああうまい、お芋湯というものはこんなにうまいものだったのか」、舌が溶けてしまうほどおいしい、などと思わず言っては舌鼓を打つ。そして雨の日の茶会にはいつでも楽しくにぎやかで、余興の隠し芸には感心したり、お腹の皮をよじって大笑いをしたりして、笑い声と拍手の音は太平洋の空気を震わせ、波に響いた。そしてアザラシ半島のアザラシどもを驚かした。アザラシどもは人間の友達の騒ぎに合わせてそろって吠えた。茶話会の話は青年たちのためになることばかりで、まことに我らの無人島にふさわしいものであった。やっぱり海の体験談が多かった。小笠原老人はよく話をした。彼は海の上に44年間も暮らしてきた。そして16人の中で一番の年長者で、また一番長い年月を海で暮らしたのだ。帆船でクジラを追って太平洋の隅から隅まで航海した。自分で「おいらは太平洋の主だ」と冗談を言うくらいだ。話が好きで、身振り手真似を混ぜて話し方も日本語もうまかった。小笠原老人は第1回の茶話会にこんな話をした。みんながおいらのことを老人と言うが、まだたった55歳だ。このもじゃもじゃひげと太った体が老人に見えるのだろう。おいらのおじいさんはアメリカ捕鯨の本元、大西洋沿岸、北方の小島、ナンテカット島の生まれ。おじいさんも父親もおいらも代々クジラ捕りだ。おじいさんはカーリー・クジラ・エンド・アンソニー号という115トンの捕鯨帆船を持っていて、その船長だった。おじいさんが青年時代、1820年、これは江戸時代の文政3年にあたるが、太平洋の日本沿岸金華山沖で捕鯨船がマッコウクジラの大群を発見したのだ。今のサンフランシスコの沖である。それはね、南禅島というオオクジラがベタ一面に息吹をしていたというのだ。このことのあった次の年から、その頃世界一盛んであったアメリカ中の捕鯨船が金華山の沖に集まって、めちゃくちゃにクジラを取った。何でもしまいには各国の大小700何隻の捕鯨帆船が金華山沖に集まったというのだから、太平洋のクジラもたまらない。1823年にそのアメリカ捕鯨船が小笠原の母島を発見した。小笠原島にはいい港がある。年中寒さ知らずできれいな飲料水が湧き出ている。木が生い茂っていて、いくらでも薪が取れる。その上クジラも島の近くに多い。
そしてその頃は無人島だったから、上陸した乗組員はテントを張って休養したが、後には立派な家を建てて幾人ものクジラ鳥が住まうようになった。オイラの父親も小笠原に家を持ったのだ。そしてオイラは1845年にこの島で生まれて、フロリスト・ウィリアムと名前を付けられた。その自分、捕鯨船では小笠原諸島のことを亡人島と言っていた。何でも話に聞くと、日本の役人に、あの島の名前は何というのですかと聞いたら、あれは無人島です、と言った。無人、無人というのを母人と聞き違えて、とうとう亡人島になったのだそうだ。さて、オイラが4歳の年の1月に、アメリカのサンフランシスコの田舎で砂金がザクザク出るのを発見したものがあった。そしてアメリカやヨーロッパの欲張り連中がシャベルを担いで、寂しい田舎の港サンフランシスコにわんさわんさと出かけていっては砂金を掘った。砂金が欲しい欲張り病は捕鯨船の乗組員にすぐ伝染した。アメリカの太平洋の港に停泊中の捕鯨船の水夫、漁夫、運転士まで、クジラよりも砂金の方がいいと言っては、手荷物を担いで船を降りた、また逃げ出していった。それで何隻もの捕鯨船が港に怒りを入れたまま動けなくなってしまった。それから急にアメリカの捕鯨船はダメになった。だが、オイラの父親は生まれつきのクジラ鳥だった。砂金なんか見向きもしなかった。気持ちのいい小笠原が好きだった。さて、オイラの願いが叶って、父親の船に乗せてもらって、太平洋へクジラを取りに出かけたのは、11歳の春だった。安政2年。嬉しかったね。何でも早く一人前になって、一番盛りを打ってやろうと思ったね。はじめは帆柱の上にある本当の見張り所の下に樽を縛り付けてもらって、その樽の中に入って見張り見習いをやった。上の方の大人の見張りに負けずに素早くクジラの吹き上げる息を見つけては、歌を歌う調子で声を長く弾いて、クジラが息をするようにブロースーホーと力いっぱい怒鳴ったものだ。あのクジラの息吹、普通潮吹きというが、あれをブローというのだ。そして腕を伸ばして見えた方角を指すのだ。すると下では看板から帆柱を見上げて、クジラは何だと聞くのだ。息の吹き方でクジラの種類がはっきりわかるのだ。マコとかナガスとかすぐに言わないとひどく叱り飛ばされるし、間違ったりするとどえらく怒られたものだ。その怒って怒鳴る文句が、このお里めというのだ。ところが言われる方ではそれこそ雷が頭の上に落ちたように、うんと答えるのだ。それはこうなんだ。海の男として立派な一人前になるまでには何千遍、いや数えきれないほど頭から波をかぶっていて、骨の芯まで塩気が染み込んでいるはずだ。それで一人前の海の勇士が塩だ。オイラのような特別の海の男が古い塩だ。それだから塩の反対にお里めと叱られては、海で男になろうというものにとっては全く情けなくなるよ。クジラの吹く息は1回6秒ぐらいで、10分間に6、7回は吹き上げる。水煙が特別に濃くって10秒ぐらいも長く吹くのは深く沈む前だ。クジラが肺の中の空気をほとんど出してしまうからだ。吹く水煙の高さは10メートル以上のこともある。まっすぐに吹き上がって、先の方が2つに割れるのはセミクジラ。太く1本吹き上げるのがザトウクジラ。1本で細く高く上がるのがシロナガスクジラ。それより短いのがナガスクジラ。一番低い息吹、それでも4メートルぐらいのがイワシクジラ。前の方に45度ぐらいの角度で吹くのがマッコウクジラだ。
マッコウクジラは歯があって強くて元気なやつで、クジラ同士で大喧嘩をすることがある。油を取るのに一番いいので、どのクジラ船でも追いかけるクジラだ。森を打ち込まれると怒って暴れる。あの硬い大頭でちょっと疲れても、おでちょっとはたかれても、ボートは粉みじんだ。どうかすると本船めがけてぶつかってくることもある。本船だってドシンとやられるとひびが入って沈没することもある。初めてクジラ飛びを見たときは嬉しかったね。背中にヒレのあるイワシクジラが何遍も続けて飛んだのを見た人は少ないだろう。15メートルもあるあの大きなのが頭を上にほとんどまっすぐに海面から飛び上がって、尾を海から高く離したなと見る間に大きな曲線を描いて、頭の方から海にドブーンと入ってまた飛び上がるのだ。素晴らしいなめし川のような白い腹には縦に幾筋も大きな深いシワがある。灰色の背中にはちょっぴり三角のヒレ。クジラ全体が日光にキラキラするのだ。マッコウクジラもよく飛ぶ。あの15メートル以上もある大きなのが、はじめは海面すれすれに大変な速力で泳いでいると見る間に少しずつ飛び上がり、しまいにはスポーンと空中に飛び出すのだ。角張った頭を上に45度くらいの角度に傾けて、あの世界一大きな体をすっかり空中に出した姿の立派さ。なんと言ったらいいだろう。おいらには言えないね。何しろ地球上の動物の中ででっかいことでは王様だ。それが水に落ちる時の水煙と響き、まるで水雷の爆発だ。それも三つ四つ一緒にね、ブワーンと遠くまで海鳴りがして響き渡っていく。こんなことはまあ陸では見られない。海は大きいが動物も大きいとつくづく思うね。またこんなこともあった。おいらが15歳の時だ。お父さんの船に乗ってアラスカの一番北の突先、バーロー岬からもっと東の方へ、北極の海を氷の割れ目を伝わって行ったことがあった。船の上から氷の上にのそのそしている白熊をいくつも見た。お父さん、白熊を取ってもいい？と聞いたら、お父さんは、鉄砲で撃ったり、森で突いてはいけない。生け捕りにするならいい、と言った。まだ少年のおいらに、熊狩りなんかお前にはできないよ。そんな危ないことをするな、というありがたい親心が今ではよくわかる。だが、その自分には、親のありがたさなんぞは気がつかない。お父さんは僕の勇気を試すのだ。クジラよりはずっとちっぽけな白熊だ。生け捕りにできないことはない。よし、やるぞ。こんな親不孝のことを考えた。そして、アメリカの牧童が暴れ馬にまたがって、縁の広い帽子をかぶって、投げ縄をブンブン振り回して、野馬や野牛に引っ掛けて生け捕りにするように、白熊を生け捕ってやろう。お父さんはじめ船の連中をびっくりさせて、それから真っ白い毛皮をおじいさんにお土産にして喜ばせてあげよう。僕はいっぺんに英雄になるのだ。こう決心して早速熊取りの練習を始めた。白熊は人が近づくと後ろ足で立ち上がって前足を広げて飛びかかって人間を抱き込むというから、こっちの方が先に投げ縄を熊の首に引っ掛けるのだ。そうしてすぐに前足にもその縄を引っ掛けて力いっぱい前の方へ引き倒してやろう。そうすれば熊が前足に絡んだ縄で自分の首を絞めるから生け捕りにできると考えた。それでまず長い縄の先に鐘の小さい輪をはめ、これに縄を通して大きなずっこけを作り、それから白熊の代わりに木で十字架を作って甲板の手すりに立てて縛り付け、十文字の横木を熊の前足に見立てて10歩ぐらい離れたところから投げ縄の練習を始めた。首に引っ掛けたらすぐに縄に弾みをつけて輪を送って、右でも左でも前足にその輪を引っ掛けてぐっと引けばいいのだ。3日も4日も飯を食べる時間も惜しんで練習した。
子供だって一心は通りよ、上手になったね。惜しいことにはいよいよ白熊と対面という時に船は出帆してしまった。お父さんはこれは危ないと思われたに違いない。この投げ縄はいい運動にもなるし、なんかの役に立つよ。みんなやってごらん。オイラが教えるよ。それからなぜフローリスト・ウィリアムのオイラが小笠原島吉となったかを一つ話しておこうね。オイラが31歳の時、明治8年にボーニン島が日本の領土となって日本小笠原諸島とはっきり決まったのだ。オイラの生まれた島だ。懐かしい島だ。島が日本の領土となったのだから、オイラも日本人だ。そうだろう。それで帰化して日本人となった。フロスト・ウィリアムが日本名に代わって島の名をそのままもらって小笠原島吉。どうだ、いい名だろう。漁夫のハンタのこともちょっと言っておこう。ハンタの親父は捕鯨銃の射手からラッコ漁船の射手となった。鉄砲の名人だったよ。射手のことを英語でハンターというのだ。ハンターのせがれのエドワーズ・フレデリックが帰化して親父の職業のハンターをそのままつけてハンタ十太郎となったのだ。ここにいるオイラのいとこのハリス・ダビッドが父島一郎、これも小笠原諸島の父島に住んでいたので島の名をそのままつけたのだ。この次にはもっと面白い話をしよう。今日はこれでおしまい。天幕の中は割れるような拍手である。以上でこの章は終わりです。他の章もおいおい朗読にしますので、ぜひ聞いてください。とっても面白い話です。